旭山動物園の夏季開園、それと50周年の記念事業についてでございますが、4月の29日から、平成29年度の動物園の夏季開園が始まります。今回大きな話題としましては、昨年夏より改修工事を行っておりました猿山が夏季開園に合わせてリニューアルオープンいたします。続いて開園50周年記念事業についてでありますが、今年7月1日にちょうど50周年を迎えます。特に開園記念日となる7月1日および2日は市民無料開放日としまして、開園時間も通常より2時間延長し午後7時15分までといたします。またオフィシャルグッズとして動物図録の改訂版を夏季開園から、50周年記念誌を7月1日の開園記念日に合わせて、園内売店において販売する予定になっております。今年度の本市職員採用試験でありますが、7月に実施をする大学卒区分の前期試験からスタートし、短大、高校卒区分、社会人区分など12月まで約半年かけて試験を実施していきます。技術職の試験の日程ですが、例年第3次試験まで実施していたものを第2次試験までに短縮して実施をいたします。最終合格発表までの期間短縮を図り、優秀な人材の確保を図っていきたいと考えています。2点目は大学卒の試験の第一次試験会場について、新たに東京会場を設け、道外大学の受験者の負担軽減を図り、多様な人材の確保につなげていきたいと考えています。3点目は地方創生特別枠の第一次試験会場ですが、全国7会場に増やして実施します。民間のテストセンターを活用し、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7カ所で第一次試験を実施することで、地方創生特別枠の受験者数の増加を図りたいと考えております。